はい、皆さんこんにちは、二崎聡太です。お菓子作りが趣味という若手俳優の二崎聡太さん、今回人生初のパン作りに挑戦します。作るのはユニークな模様のダッチブレッド。少し難しそうですが、果たして。舞台はハッピークッキング東京本校。こちらで開催されているのが、ニップンさんが主催するふっくらパン教室です。皆さんこんにちは、パン愛好家の日野陽子です。パン日和でもおなじみの日野さんは、このパン教室で作るパンのうんちくや完成品をきれいに撮影できるフォトスペースを手掛けています。今回は二崎さんのためにとっておきのアレンジレシピを考えてくれました。作り終わりの試食タイムをぜひご期待ください。さて、今日作るダッチブレッド、皆さんどんなパンかご存知ですか？発祥はオランダと言われています。表面にひび割れが入っているのが特徴で、その模様が虎に似ていることから、別名タイガーブレッドとも呼ばれているんだそう。香ばしくクリスピーな食感を楽しめるということで、実は最近人気急上昇中のパンなんです。こんなおしゃれなパン、初心者に作れるか不安に思うかもしれませんが、そこは大丈夫。ニップンさんのパン教室では、先生がお手本を大きなモニターで見せてくれたり、頼もしい講師の皆さんが各テーブルを回ってくれます。さて、二崎さんはというと、先生の話を聞きながらレシピにメモ。パン作りへの気合い十分ですね。ではパン作りスタートです。ベースとなる大事な生地作り、小麦粉はニップンさんの強力小麦粉ゆめちからブレンドを使用。北海道産小麦をブレンドしているので、もっちりとした弾力のある食感を実現できるんだそうです。二崎さん、手順を確認しながら順調にこなしていきます。でも少し悩んだよう。そんな時は先生に聞いてみましょう。これはもうバッて出しちゃって大丈夫ですか？そうですね、はい、出しましょう。出して、はい、でここで残ったのを、そのこれが手が出てしまうんです。で、もっと文字をかけて、ゴシ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 、そうですね、そうするとだんだん取れてきますので、かませてください。はい、すごい。困った時、すぐサポートしてくれるって嬉しいですよね。手のひらでこすりつける、台に押し付けるようにして、粉々のところ、ダマダマのところ、ネバネバのところ、均一になるように、はい、はい、力を入れて、はい、そうそうそう、ピースまとまったら、うん、手前押さえて長く伸ばしますね。片手で押さえて、ぐーっと体重かけて、はい、でぐーっと止まって、今すごく台が透けてるので、もうちょっと長く伸ばすように意識してみましょう、はい、で、遠くすぎるから自分の手前からぐーっと腕の伸びる範囲で、はい、肘長く伸ばすつもりでもいいよ。そうそうそう、ぐーっと、そうそう、ベタベタですね。ベタベタですね。頑張れますか？頑張れそうですでも楽しいです。あ、よかったです、はい、その調子で、はい、はい、お願いします。すごい昔か、ちっちゃい頃を思い出すというか、そう、なんか公園で遊んだ感じの、なんか同じ近いものを感じるので。二崎さん、なぜか子供心をくすぐられたみたいです。感じ方は人それぞれですね。生地作りも終盤です。横から下の中心に生地を、こういう感じ、はい、いつの間にか生地はすべすべに、下に、そうそう、はい、はい、ひっくり返しをして中心を点で止めていきます。
肉まんみたいです入れてこれでパン生地は完成。ふっくらと確かに美味しそうです。50分の発酵が終わったら成形作業へ。この生地で2つのダッチブレッドを作ります。分割した生地を1つずつ丸めていきます。声もちもちでなんかハムスターの柔らかい感じ。そうです、ちょっと弾力はあるけどやっぱもちもちはしてるみたいな感じでした。こんな感じですかね。ちょっと不思議な表現ですが、発言とは裏腹に丸め作業はバッチリ。こんな感じです。じゃあ、さて生地を15分ほど休ませている間にトッピング作りです。ここで使うのが米粉。最大の特徴であるひび割れ模様とザクザク食感を生み出します。使用するのはニップン産の日本の米粉、ね、国産のお米を使用しこだわりの製法で仕上げたんだそうです。そこに水と油を入れていきますが、混ぜ方にポイントがあります。下にちょっと粉っぽいところ溜まってたりしますので、ちょっとゴムベラで下と上をひっくり返していただきながら、水が分散したらもうサラダ油を入れて大丈夫です。はい、油は全体に分散すれば OK です。混ぜすぎ注意でお願いします。10回程度。3 8 9 10。こんな感じです。これでトッピング完成。後ほど生地を焼く前に塗ります。ベンチタイムが終わった生地を細長い形に成形していきます。三崎さんはガス抜き中。もうちょっとこうやっていいですよ、はいはい、ちょっと優しくなっちゃう、ね、だんだんパンにちょっと親近感が湧いてきちゃって我が子のように、はい、なってきましたね。気持ちはわかりますが、生地をしっかり押さえておくと焼いた時に形が崩れないんだそうです。ということで、ちょっと愛を持って強くしようと思います。あ、でもこんな感じいいんじゃないですか、これかなり。なんかあれですね、はい、辻目一直線。すみません、肉まんからね。そうです、また別の餃子です。そうだよねさあ、いよいよ完成間近、トッピング塗り作業です。最終発酵を終え、ふっくらした生地に先ほど作ったトッピングを塗っていきます。今何を撫でる気持ちで撫でてます？今ですか、やっぱハムスターやっぱハムスターどこまで行ってもハムスターかもしれません。餃子と話していたような気もしますが、愛情をたっぷり注いでいるみたいです。塗りこぼしがないようにさまざまな角度から確認。アンベラに持ち替えて細かいところも忘れずに塗りましょう。いや、かわいいですね可愛いですね。お願いします。いよいよオーブンへ。焼き上がりはこんな感じです。わー、ありがとうございます。お疲れ様でした。綺麗です。かわいいですね、やっぱはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、可愛いですね、やっぱ亀みたいになりましたね。キリンだとか、なんかトラだとかいましたけど、
なんか亀の甲羅にももしかすると似てるかもしれない。確かに亀の甲羅にも見えなくないですよね。それくらいバッチリ綺麗にひび割れているということでしょう。もう大満足です、焼きのあれも見てくださったから、めっちゃいい感じです、外はカリカリ、中はふわふわ、抜群の焼き上がりです。じゃあいただきます。いや、うまい、めっちゃ美味しいです。なんかやっぱり外がサクッとしてて中ふわっとしてるのはもちろんなんですけど、噛み応えがいいっていうか、こうふわっとしすぎてないから、この噛んでる時のもちゃっと感がないです。すごい歯切れが良いんで、すごい食べやすいし。お待ちかね、日野さんのダッチブレッドちょい足しアレンジ、一体これ何なんでしょう。普通にスーパーで売ってるクリームチーズを塗るんですけど、まあイメージクリームチーズはよくある感じじゃないですか、ここに私のおすすめは、ダッチブレッドって、ここの上のとこが米粉を使ったじゃないですか、今日、なので意外と思われるかもしれないんですけども、ご飯に合う、あのおかずとかご飯のお供ってこの子すごくよく合うんですよ。なので今日はあの海苔の佃煮なんだけど、あのおじゃこと海苔と山椒も大丈夫、食べれます、食べれました。それをあの乗せて食べてみていただこうかなと思ってお持ちしました。なんかこういうのって、ね、ご飯ってイメージですよね、なかなかパンに塗ることないですね。ちりめん山椒入りの海苔の佃煮、なんとも斬新な組み合わせ。二崎さん、いかがですか。いただきます。はい、うん、どう、合う。でもなんかさっきこうパンだけで食べた時とまた違って、なんかまた一周回ったという、一周変わって、クリームチーズのこの爽やかな感じと佃煮のなん感じがすっごい合わさってて、そうでしょ、ぴったりです。よかった、喜んでもらえて、めっちゃ美味しいですこれ。番組で紹介した商品以外にもショートニングやイーストもニップン産のものを使用しています。ぜひご家庭でのパン作りにご活用ください。ということでお届けしてきたニップン産のパン教室、自分で焼き上げたパンは格別です。ぜひ皆様も体験してみてはいかがですか。